それではガイダンス始めたいと思いますレクセンに行し社労士の大野と申しますよろしくお願い致しますそれではあの年金アドバイザーの産休講座10月にね私の方で担当いたしますので今回は年金アドバイザー産休講座のね説明会をしたいとそのように思っておりますで。えー 何を話すかと言いますと、えー、まず年金アドバイザー、えー、産級試験、えー、どういう方に向いているのか、えーね、こう何やろうっていう形で今ね、えー、画面上見ていただいている方もいると思うんで、えー、年金アドバイザー、えーまあ、10月向けの、ねえー、産級の講座なんですけども講座を僕ので担当するんでね、えー、年アド試験そのもののことをお話しいたしまして。 でえー、あとはその試験のまあ特徴とかもねその中でお話しするんですけどもどういう方に向いているのか、まあ、ここ一番あの集中して聞いていただきたい部分で、えー、年金アドバイザー,あー私に向いているんやろうかっていうのあたりをねちょっと明らかにしたいと、えー、そのように思ってます。で、えー、あとはまあ僕自身あの講座の方も担当いたしますので、えー、どういう講座なのか。 どういう講義をするのか、まあ、それのこともね、えー、含めて、えー、いろんな話をしていきたいなとそんな感じで思っております。で、えー、一通りこの、ねえー、説明の部位を聞いていただいてあこれやってみたいなという感じでね思っていただいたのであれば是非是非講座の方ねお申し込みいただきたいなと、うん、そんな感じでね思っております。 それは早速ね始めていきますけどあの僕自身ですね「お前は誰だ」だみたいな感じだと思うんですけどしゃろしやってましてふ普段ですねレッグの方で専任講師社ゃろの講座の専任講師をしておりましてで関西でね活動しておりますからまああのなんかしゃべり口調っていうかなんとなくこんな。 感じなんですけど、ね、あのこうねうそやろとか言わ,言われるかもしれないけども多少ね僕多少というか緊張しいのところがありましてあのこう議やってて緊張しいは何やろうとかね言われそうなんですけどこうしゃべるの好きですよしゃべるの好きなんですけど。 えこう肩の力が入りやすいタイプなんですよね。で、えー、説明会とかまあ短い時間でパッとあのー、一発勝負でしょ。で、えー、ものすごくこう、えー、力みまくって喋ってる感じはあるんですけどね。だ、えー、からあの途中ぐらいからほぼえイントネーションがねこってこてになる可能性まあ今も段階かそうかもしれないんですけどね。えー、こうは、まあ、全然その多少力入るのは悪いことじゃない。 僕は思ってるんですけどね、えー、こう伝えたいが故にいい妙な噛み方をする可能性はあるんですけどねまああのー、ネアドの試験のことをまず知っていただきたいんで、えー、よく聞いて,いてほしいと思ってますで普段は、まあ、社労士で活動してて社ゃろの、えー、年金関係の講座とかもね結構、えー、たくさんしてますし、えー、まあ関西地区で、えー、本論講座とか、えー、中上級者向けの講座とかもねまああのー。 たくさん担当してたりもしますから、まあ、また社労士講座の方でもねよろしく年金アドバイザーの講座の方もねよろしくというところでございます。でえー、どんな方に向いてるのかかそこらへ行きましょうか、あのー、はっきりしてまして10月に産休試験あるんですけど年金アドバイザー産休試験が一番向いてるのはね社労士の受験生の方。 そここのあなたですっていうとこですすというね社労士の受験を受験免許をね始められたばかりの方もいらっしゃるでしょうし再受験組の方もいらっしゃるでしょうしそろそろこう社労士の受験の申し込みを考えていてなんか年金アドバイザーのこともちらっと聞いて気になってるとかそういう方もいると思うんですけど社労士される方は是非とも えー、年金アドバイザー3級ねチャレンジしてほしいなとそんな感じで思ってます。でこれねあの、えー、今、えー、この部位をね、えー、取ってる時期、えー、梅雨時、まあ、梅雨時ねじめじめしてる梅雨時なんですけどねえあのぐらいに、えー、事前にこういう部位をあの取っとるんですけどもまたあの季節がもっと過ぎていくと3月にも検定あるんですよね年金アドバイザー試験って。 で10月と3月に3級試験の検定があるんですけども3月はですね3月の検定はもう一つあの講座の設定としては2級の講座も設定するんですね。で3級に比べて2級は格段に難度が上がりましてというのはあの3級試験はねあの選ぶタイプなんですよ。 だからシャロシ試験なんかと全くこうあの選ぶという観点では同じなんですけどえーもうマックシートであの答えを選んでいくタイプですからやりやすいはやりやすいです3級はね。で2級は全部事例問題で全部書かないといけないんですよ。確信度度差がすごくあるのでえ正直2級試験のえ難度だととレベル的に言うと シャロシの合格者の方、えー、もしくはまあそれに、えー、準ずるぐらいのレベルというかね、まあシャロの合格者であったり合格者レベル、で三級合格された方で、えー、すごく力のある方に向いてるのかなというふうに思ってます。まああの十月はもう三級しかないんで、だから三級試験は年、ね、二回なんですけど、二級試験は年一回。 ししか実施してませんのでま,あまたあの季節的に今え3級試験のご案内になるんですけどもまあ季節がまた巡ってきますとえ2級と3級と両方またねこういう説明会でご案内する機会もあると思いますのでま,あまた今後の情報をねえお待ちくださいえ講座の設定はまたする予定はしてますけどねえよろしくというねえとこです。あの 産業試験って10月と3月と、まあね、2回あるんですけど、えーまあ、今この部位を聞いていただいて、えー、10月の試験にチャレンジできそうな方はねまあ何とかかんとか時間のやりくりとかしていただいて、えー、3月よりは10月早めにチャレンジできる人は早めにチャレンジしてほしいなというのは正直なところです。もちろんその、ね、こうお仕事の関係とかで えー、10月がどうしても受験が難しいっていう場合はね、えーまあ、3月ということになると思うんですけども、まあ、早め早めの方がいいかなっていうのは、えー、シャロシやってる人はね特に、えー、こうあんまりこうスケジュール立て込むとしんどいかなっていう気がしてますので、えーまあ、10月の検定受けれる人はなんとかやりくりして受,受けてほしいなっていうのはね正直なところです。あの全くあの初めて 年金の勉強される方でも、えー、ちゃんと分かっていただける講義をしますのでそれはもう安心して受けてほしいなとも思ってますでいますの特にあの社老士受験の方にお勧めしているのは理由がありましてね社老士目指す人に絶対おすすめしてるのは理由があってあの配点がね社老士試験での配年金の配点が大きいですよね。 問問中20問年金なんです。国民年金が10問で厚生年金は10問合計20問ですから比重がすすごく大きいですよねだからその20問中、ね、ほとんど年金得意で得点できましたとかなったらね20問中1八とか十7とか18とか取れたらむちゃくちゃ楽ですからね残りの50問中6割程度でね 理論上合格ラインに届きそうな感じなんでまあ、届くだろうなっていうところですからね。年金取れると社労士試験すごく楽になるので、逆に言えば年金が苦手なままだと社労士の受験でなかなかね。うまくいかないと思いますので、えー、まあ、それで年賀状産休やってほしいなっていうのはすごくあります。で、社労士試験の近年の出題の形式がね。 事例問題がすすごく多いんですよ事例系の問題がすごく多くてで事例系の問題が多いんだけど社労オン受験勉強は割と条文からアプローチすることが多くて、えー、事例から直接的にアプローチすするやりり方はあまりしないんですよね問題の解説とかすると、ね、こう事例からの話をするということはあるんですけど通常は、まあ、あのテキストに事例がふんだんに載ってるという感じでもないですし。 いい条文であったり、それをまとめた内容の解説がメインになると、どうしても事例の問題の練習が不足がちになりやすいんですね。で、ネアドの勉強っていうのは、あの事例の問題、事例の勉強そのものと思っていただきたいんです。で、特にあの講座ではね、事例を事例に作く時間が相当多いですから。 年賀の勉強3級の年賀ドの勉強をすること自体が事例の対策になってそれがシャロシ受験にものすごく役立つとその辺はちょっと頭言ってもねあのまあこれ一番今回の説明会で言いたいことなんですけどあの僕の講義なんかを聞いて、ね、いただければ、えー、あ面白いなとなんか、ね、年金結構興味あるかも。 面白,い面白いなとそんな感じで、えー、思っていただけるんじゃないかなというふうにすごく思っていてで、えー、受験講座の,その目的としては皆さんに、えー、合格していただくこれは当然、えー、第一義的な目的に当然なりますけどもあのもっと根っこの部分もっと深い部分をお話しすると「えー、あ年金おもろいな年金私好きやわ」 まあ好きになっていただくということが一番大事なことかなと思ってます。ああ何か面白いな興味持てるななるほどなって話が、ね、たくさん聞いていただけると思うんで,で結局その年金ってお金の話でしょ年金ですからお金の話でしょ。でお金の話でしかもその年金の金額なんていうのは そその方ののの方人生,人生そのものを反映していいくわけじゃないですか今までいろんなお勤めされてきて、えー、その結果が、えー、年金の金額に生きてくるような話でしょう。たいまあと、あのー、いろんな人生たどってこられて、えー、老齢年金でいくらになるとかそれの話ですからものすごく人間臭い話なんです本来ねで。遺族年金なんかも だいたい寿命的に言うとね、えー、男の方が早く死ぬわけじゃないですかまあもちろんその個人差はあるから一概には言えないけれども一般的にご夫婦がいたら、えー、奥さんの方が長生きされるのが一般的でしょ。だから年金相談とかねあの奥さん来られて、えーね、こう一しきり老齢年金の相談終わったら、えー、ところで私の旦那が。 死んでしまったら私どないになるんですかいくらもらえるんですかというね、えー、ものすごくあの、えー、シビアな話になるんですよね。隣にだ旦那おるのにねあのいや私の、ね、主人が死んだら私、えー、何本もらえますのみたいなね。 えー、いやいやいやまだ生きてますからねとか言いながらあの、えー、相談していくみたいなね、えー、大阪だけだったらちょっと嫌だなって感じなんですけど、まあね、でもそのご主人さんが相談来られたらあのいや自分に万が一の時にうちの嫁がはどうなるんですかみたいな相談でこう普通の可能性で言うとどうしても流れ的にそういう話になったりしましてむちゃくちゃ えー、人間臭い話ですよね。あの、もう人間の生き死にで人生そのものだったりするわけでで、年金額の裏側にそれぞれの人間のドラマがあるというとこ。なんで本来その面白いというかとっつきやすい話なんですお,お金の話大概皆さん好きでしょ。お金の話、お金の話全然興味がないとかは？ あんまりないんじゃないですかね。ええー、実な話,話ですけどね。こう、えー、一体いくらになるねん、なんぼになるねん。なんで来ないこの金額やねんっていうのは、一番。まあ、普通にその勉強、勉強せずに聞いていただける話のはずなんですよね。それが、その社労士の受験勉強はどうしてもこう条文ありきで、まあ、条文がまず根拠になって、そこの部分を外せない部分がありますから。なんとなくこう。 えー、システマチックになることが多くてねで年季アドバイザーの講座を聞いていただいてる受講していただいてる時は本当にもう自由な気持ちで、えー、もう本当に吸収していってほしいなと思っていてねでそれでこうなんか自然に理解してしまうと「なんぼやねんいくらやねん」っていうところをつかんでしまうとあの 結局その小難しくこんなこと書いてるけども結局のところこういうことをやろうっていうのが分かるとねなんか全体つかんじゃうと割と理解は早かったりしますのでねまあそういう面で、まあ、まあ一押しというか受受けけらられるる方も全員に受けてほしいなといなうのがあまあ偽らざる気持ちですねで結構その社築紙の勉強大変ですからね ぶっちゃけ大変でしょ、まあ、大変でしょって同意を求めるように言って僕が言っちゃってあれなんですけどねあのいや楽ではないですよねどう考えてもねで忙しい時に時間のやりくりしながらねしゃろの勉強していてでそれで「年賀ど」とか言われても「えー、年賀ど」みたいな反応だったりするんですけど結局どっかで年金の手こ入れはしないといけないわけですし。 あの年金ものにするためにはそれなりの,あの学習時間いるわけですよねでそれを例えば10月の検定の段階でもある程度作り上げてしまってたらあとは使えなくていいんじゃないかなと思っていてねそれであの年金アドバイザーの産休試験の受験であり講座の受講をねあのすごくあのおすすめしてるそういう感じなんですね。 であの僕は今あの社労士受けられる方にすごく一押しで、えー、お話ししましたけどもあの、まあ、ネアード試験というのはあのでもいろんな方が受けていただく試験であの間口がすすごく広い資格なんですね、うんでえー、例えば全くこうゼロベースの人ね年金の知識が全くゼロでなんとなくこ,うこの部位見られて。 あちょっと年金のことやってみたいなとか思われてたとかねで思ってた方が何かのきっかけでこの V 見てああ講座やってるんやったらちょっと見てみたいなとか思われてフラッとあのそんな感じでで申し込まれても、OK、ですよその講座のコマ数もそんなにこうボリュームがものすごいわけでもないし一時集中して頑張っていただくだけで取得もできますし。で全く知識が えない方でもえ分かっていただける講義をするつもりなんでね。その辺も安心してえ入ってきてほしいなっていうのはね、あの正直なところです。まあ、あとはあの金融機関だとか行政機関でえ年金関係のお仕事に携わることになる方とかも、ま仕事からこう年金の勉強をね体系的にえやるしかないっていう人もいると思うんです。状況的にね、そういう状況に。 もう本当ねあの本人さん的にわしんどいなって思われたりしても、えー、仕,事仕事としても部署的に年金のことをやる部署に行けばねやらなあかんし行政機関で関係する業務に携わると「いや分かりませんねん」って言えるわけがないじゃないですか。だから必必要要に迫られてて年金の知識必要でっていう方も その入り口部分としては、産休試験は最適かなと思ってます。まあ、選ぶタイプの試験だし。で、講座も全くゼロからの方も意識してやる講座なんでね。まあ、それはまあ、あの講座の方を、信じてついてきてほしいなというふうにね、あの、思っております。まあ、あの社労士の受験の方をね、こう。 メインで最初お話しましたけどあのご関心あってやる気がある方はどんどん入ってきてほしいなと思ってますしえネアドを勉強されてその後なんかすごく年金のことが好きになって、えー、社老士もちょっと考えてみようかとあとからまた、えー、それがきっかけで社老士受けられる方も最近はいたりもしますので、えー、まあまあ,あどっちが先か後かっても人それぞれですので。 えー、関心あったら、どんどんやってほしいなっていうのはね、あの、偽らざる気持ちですね。そういう、そういうところです。で、えー、あとですね、あの、どういう方に向いてるのかって話をしたわけですけども、あの、産業試験の、その、形式、い、まあ、実施時期であったり、形式であったり、あの、産業試験そのものの情報をね、お話ししたいと思っています、えー。画面の方にね、年金アドバイザーのリーフをちょっと持ってきたんで、それを移してですね、お話をいたします。 見ていきます、ねまあ、これはちょっと画面上提示してるだけですから、まあ、必要に応じて、えー、内容ね、えー、書き取っていただいたり、えー、されるといいかなとも思ってますけどねあのまず10月のまあ10月の試験って言いましたけどもう末も末でね、えー、11月近も近づいてるぐらいの時期で、えー、平成30年ね2018年の10月の28日の試験で えー、2時間半ですね時時から12時半までの試験ということになります時間で言うとね。で、えー、絶対に覚えといてほしいことがありまして勉強されるとなると絶対あの忘れちゃいけない情報なんですけどもあの願書の受付期間が決まってまして、えー、2018年の8月の21日から受付が始まって で、ええ、二千十八年の九月の十一日の火曜日が期限になります。こう微妙にあの九時とか二十三時半とか区切ってるのは、ああインターネットからお申し込みできますので、ネットから申し込むと、本当こう火曜日のね、こう二十三時半ってあんまりギリギリ怖いけどね、あの火曜日もギリギリ。 クレジット決済でその場でパッと申し込めばいけるんでギギリギリ間に合います、ね、あのあれなんですよねあの紙ベースで願書を、えー、ねこう取って願書を書いてお申し込みしていただいてもいいんですけども、えー、ネットから申し込むのが一番簡単かなと思います。であのホームページのアドレスここに載ってますけどもこれはあの インターネットの検索で、ねえー、銀行業務検定であの打ち込んでもらったらすぐここのページは見つかりますので銀行業務検定って打ち込むかもうこれそのもの、まあ、結構これ打つの大変でしょだから銀行業務検定で、えーね、こうスマホとかで探してもらってもパソコンとかで見ていただいても出てくると思うんです。そ、えー、それで、えー、そっから入っていただくと年金アドバイザー3級の 2018年10月向けのね試験であり産休試験の項目出てきますからそこからあの申し込みができます8月の21日からの話ではあるんですけどねで結局あのこの期限を過ぎちゃうと試験を受けれないですからたまにやっぱり日にち勘違いされるケースがあってね「講座受けたのに試験受けれません」とか厳しいからね まあこれれは忘れないようにであの紙ベースの願書もホームページから取れたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これはホームページでご確認いただきたいですけども、まあ、ホームページ見れるんだったらもうネットから申し込むのは早いかなと思いますけどねあとその講座の中でねあの使用するテキストで主催者が発行してる発刊してる、ね、銀行さんの協会がやってるこれ試験なんですよねあの検定試験なんで。 銀行業務検定協会ですね協会さんが、えー、作ってるテキストを、えー、講座でもね使うことになっていてもう受講料の中であのレクの講座の場合込みになってるんですけどもあの主催者が出してる問題集教材ですね教材の巻末にも願書はつ、えー、いてたりするんですけどね。あの,、まああの 紙ベースでとにかくあの願書を申し込まれる場合は郵送でやり取りするから、日にちの余裕は多少あの見といてほしいんですね。あの、ギリギリだと間に合わない。あの可能性があるんで。そんでまあ,あの？基本的にはまあここのホームページからお申し込みいただくのが一番手っ取り早いかなとは思いますね。で、紙ベースのその願書は？ 例年問題集についていたりホームページからのダウンロードもできたとは思うんですけど、まあ、主催者のやり方次第というところもありますので、えー、まああのホームページの中なり情報を見ていただくなりでしてですね、えー、まああの主催者自体に問題集にもこう電話番号ついてたりもしますしね、まあ、あの細かい部分はまだ協会さんにご確認をというところはありますけどね。まあ インターネットをまずご確認いただいてそこから申し込むのが手っ取り早いっていうのははっきりしています。で試験のねこう形式なんですけども5択の試験になっておりまして基本の問題がね30問って書いてある基本の問題なんですよ。基本の問題が30問でで事例,事例付き5択択一10事例20問これが応用問題事例問題なんですよ。 だ基本の問題が30問で事例の問題が20問で、まあ、全部で50問ということになっております。そういうとこ、ね、で一応まあ,あの今言ったような形で思っといてもらってで特に講座を受けていただくメリットとしてはこの20問の事例をいかにこなすのか。 もうそこはすべてかなという気はしてるんですよね。結局その基本の問題はですね、あの問題集しっかりやれば、えー、もう繰り返し繰り返しやればなんとかなるというところは正直あるんですけども、あのきちんとした理解ができてないと事例問題の方はなかなかあの対応できないんですね。あの正直事例問題がむちゃくちゃ難しいかって言われると。 きっっちりやったら全然大丈夫だと僕は思ってるんですけどねただその事例問題の対応する術というか、えー、対応する技ですね、えー、それはあのなかなか手に入れにくい内容でね、まあ、講座を受けていただければ、えー、事,例事例問題の解き方はしっかりやりますからね、まあ、一番期待してほしいとこですし、まあ、そこをこなしていただいて。 シャろシゃル人は特にいい点数取ってほしいなっていうのはね、えー、正直なところですね。で、えー、続きで,ですねあの大い6割で合格なんですよねあの試験委員が最終決定って書いてますけど例年合格ラインは6割、まあ、50問中6割の得点60%の得点、まあ、50問中30点以上ですかねで合格ということです。まあ、でも シャローやる人は8割,8割ぐらい目指してうまくいきや9割も夢じゃないんで取れるだけ取ってほしいなっていうのはね思ってますねそういうことはねあんまりプレッシャーかけすぎるとあれなんですけどねあの講座を受けていただいて内容の理解をしっかりやっていただいて、はい、あなんか面白いな年金分かってきたわってなってくれれば6割というラインで えー、気にする感じではなくなくると思います、ね、あの、まあ、合格はしていただくことはもう当然でもっともっとあの、えー、まあご、まあ、合格はね大事,なことですよ大事なことだけどもそれ以上のどういうんですかねこうあ年金面白いわ理解できるわっていうものをね講座を受けていただくからには手に入れてほしいんで、まあ、そういうつもりでね、えー、講義はやりますので。 ご期待いただきたいいなとううふうに思っておりまね、えー、あとねあの途中でちょっとお話ししてると思うんですけど今回皆さんに案内してるのは10月の28日の試験でねまたあの来年の3月ね2019年の3月にも試験が、えー、産休試験は1年に2回やりますから行われる予定でね。 で3月の時期はと難度の高い2級試験も、えー、行われてましてで講座の、えー、実施も例年レックの方で、えー、予定してますのでねまたそれはあのその季節が近づいてきたら何らかの形で、えー、ご案内することになると思いますので、まあ、また、えー、それは情報をお待ちくださいという、ねえー、ことです、まああの。2級はとにかく各試験だから結構大変でね えー、社労士やる方に対しても,こう,もう社労士目指される方で3級試験合格されてでもう3級は持ってるから、えー、今度は2級やりますという人もいるんですけどもあの基本的にその計算過程書いたりするのは負担がすごく大きくてひたすら書く練習をしてくださいということになるから。 お時間があんまりない方で社労士の勉強を集中されてる方に対してあんまりこう無理にお願いしにくいなっていう部分があってねあのただ難度が高いからやる気がすごく出やすい絶対通ってやるっていう気持ちで習得されるとむちゃくちゃ年季のレベルは上がるんで。 ええー、まあ、数面でのプラスは大きいんですけどね。ただ、あの産業試験に比べると書くという作業が挟まってきて、社労士の勉強で、えー、やる筋肉とは別の筋肉を使うみたいな感じはあるから、あの、無理はしないでくれという言い方はしてるんですね。ただ、ある程度の時間が確保できて、で、まあ多分お気持ちの問題だと思うんでね。あのより難度の高いやつを、まあ少々しんどくても習得して。 自分のモチベーションを上げたいんだって言われる場合はね全てご理解の上で頑張っていただくということならおすすめはしてるんですけどね、まあ、またそれは3月のその時期でお伝えできるかなというふうにはね思っております。であとですねあの講座の内容をちょっとお話ししようと思っておりまして。 リーフにね載ってるやつをちょっと画面上映しながらお話をしますけれども最初にねこれ全くのゼロベースの方を意識して年金の仕組み講座っていうのを入れてまして3級合格パックというあのコース組で講座の方をね作ってましてで年金の仕組み講座っていうのはあ全く全く 年金の知識がゼロの方にもスムーズに講座に入っていただきたいなって思いがありまして年金のの勉勉強強って、ね、あの最初の勉強はすすごく大事なんですあの2階建て年金の仕組みの部分歴史を交えながら仕組みの部分をこれでもかっていうぐらいじっくりお話をすると。でそこの土台の部分が固まるとあとはすごくあのスムーズに流れていくんで。 もちろんその仕組み講座の後に合格講座全6回でまあこの合格講座の一番最初の内容ってこう仕組み講座でしゃべる内容と当然重複はするんですけどねまあ重複しても全然いいなとは思っておりまして基礎固めということでねだから全くゼロの方でもこう1回こう仕組み講座っていうのをあのコースの中に入れてるんでこれで。 えー、十分土台を作って、えー、普通の口座に移っていける、まあ、全くあの初心者の方というか、えー、ゼロの方も、えー、安心して口座に入ってきてくださいと、えー、そういう感じになりますね。でこの,あの年金の仕組み口座に関してあの言いますとその下の方に入ってるんですけども、まあ、ウェブ その講座の受講の形態がまあウェブの視聴のみになってますのでウェブウェブの視聴のみというね、えー、形であの DVD でえねこうコー申し込まれてる方だとしてもあの受講の仕方はもうウェブで受講していただく形態になります。まずはまずご理解のほどをというところです。で年金の仕組み講座を一回やってその後に。 内容の理解をするための6回の合格講座入ってましてで講座のやり方なんですけどあのオリジナルのこれは僕が作るんですけどもオリジナルの講義のテキストを使ってインプット講義をザーッとしていきますである程度こう内容を進めていってで事例問題を解くことができる情報量を皆さんに お伝えしたタイミングでタイミング見てあじゃあ,あのここまでの内容で、えー、この事例問題解けるから、えー、事例問題ちょっと問題集で、えー、やり方やりますわ言うて、えー、主催者が出してる「年季アドバイザー3級」の問題集が教材の中に入れてるんで、えー、途中途中でその問題集の問題を挟む感じにするそういう感じでいきたいと思いますね。 だから小沢6回あるうちの半ば過ぎぐらいから、えー、事例の問題が頻繁に登場してくる感じにはね、えー、なりますね。で、えーま、あの特に、えー、事例問題のところをやるとこう図をね対応して図解を対応して、えー、それで皆さんにね、えー、視覚的に視覚に訴える講義をしていく形にはねなるかなと。 まあ、基本的には知識インプットしてでその後、えー、途中途中のタイミングに問題集を使った事例の話が挟まってくるそういうこう講座の作り方にはねなりますのでね、えーまあ、それで気がついたら事例のところもすっきり理解ができているという感じになります。であの問問題題集のそののそにに関してはは、えー、基本的には直近の え問題を採用してそこをのみ捉えてね事例問題のみ捉えてて講義をしていく問題集自体は過去問集の位置づけですのでえまあ自宅学習の時に講座で取り上げてない問題とかもねえまああの十分取り組んでいただきたいなとは思ってますけどね。事例問題の解き方を直近の問題でやっておけばあの例年 えー、同様の問題が基本的に出ますから、えー、一つやり方分かっているとあと、えー、前の年度の問題も普通に解けると思いますので、えーまあ、問題集を全部隅から隅までやるというスタイルではないんですけどね、えーまあ、うまい具合直近の問題使って、えー、インプットの中に問題差し込みながら、えー、全6回で仕上げていくとそういう感じのね講座の進め方をするつもりです。 でその後です「仕組み講座」があって「3級合格講座」の6回、まあ、2.5時間かける6回があってでその後ですね「3級当連ということで当、まあ、連って書いてるんですけどその問題自体はあの皆さんにあらかじめ問いといてもらってで解説講義の部分を聞いていただくと。 そういうい流れになります問題はもうあらかじめ、えー、皆さんの方にご自宅に送られてくる問題を、えー、時間を計って解いておいてほしいんですね。であの問題数は予想問題50問で基本問題30問で事例問題が20問。だこの50問自体はあの本試験と全く同じ形式の問題の形なんですね。でこのの50問の問題を えー、試験時間が2時間半ですから2時間半、えー、時計で時間見といてもらって、えー、もう本番のつもりであのご自宅とかで解いといてもらうと皆さんにあらあの事前に、えー、問題、えー、回答しといてもらうんですよね解いといてもらってで5問の問題に対して講座が2回あの講義が解説講義が2回つきます。 1>, で1回目が、まあ、基本の問題の解説中心に使って多少、まあ、30問終わりきらなかったら2回目に食い込みますけども2回目は、えー、事例問題中心の解説講義になるとこれで、えー、解説講義は2回つくという、ねえー、形式ですでこれで、まあ、完全に仕上げてもらって、えー、試験場に行っていただくとこういう流れですね流れとしてはね。 で今言ったような形でね講座の方を展開していきますので、まあ、全くゼロベースの方でも安心して受けていただけるそういうまあプランというかコースになってますので、まあ、この流れに沿っていただければ全く心配はございませんというところです。であとですねあのリーフをねちょっと画面上また映してますけども、まあ、講義のテキストを こんなテキストを使ってますという形なんですけれどもあの僕自身が作成したインプット用の講義テキストそれとまあ図解の資料っていうのがあってで今あの、えーとね、3月向けの検定であのあの出したテキストを、えー、ちょっと今手元に持ってきてるんでこんな。 漢字の教材ですよ。っていうのをちょっとお話ししましょう。参考に見てもらおうと思って持ってきたんですけどね。統計の問題とかまあ、そこそこ出るんですね。で、最初統計のこととかこういう感じで入れてて。まあ,あの3月の検定用だから、数字はまた変わるとは思うんですけどね。まあ、変わるというか、僕の方で改定作業するんでね。でそうですね。あの。 ざっとまあ雰囲気だけ見てもらうといいんですけれども年金の仕組みとかでこういうね図をいっぱいとにかく入れてる図表がすごく多い教材なんですよ。僕自身が社ロシの講座で年金の講座なんかもたくさん今まで経験させてもらってるんでまあその中のノウハウをえもうふんだんに入れた教材にはなってますので。 で講義の中であの画面上マーカーで、まあ、僕はあの、えー、講義した時の形跡が残ってるんですけどねあの本当にそうなんです楽きじゃなくて僕は講義をやったあの、えー、そのど,どう言ったらいいのかな、えー、ぼ僕,僕自身の講座のに、まあ、匂いというかなんというかなん言ったらいいのか分かんないですけど、えー、上からこう,そうですマーカーでこう囲ったりして書いていくような感じで。 顔面に提示しながらやってるんです、ね、こんな感じとかねなんとなく雰囲気ねだから図いっぱい使って、えー、具体的なことをいっぱいしゃべりますのでまあご安心くださいみたいな感じです。であとあの講座の途中途中で、まあ、事,例事例を織り込みますからあの事例をやり始めると これもこう講座内でまああの教材の中に入れてるんですけれどもあの図解の資料を皆さんにお渡ししますこのその上から僕はあの画面上書いてるあの形なんですねだからあらかじめこういうのを作っといて上から書き込みとかを入れてポイントを喋っていくようなスタイルになります結構その事例の対応が皆さん苦労されるんで。 こういう図解をまねてやっていただければもう基本的に自然に身につ,きつくと思ってるんでねこういう感じだったりこういう感じだったりこんな感じだったりねでこんな感じだったりねもう,も,うもうお腹いっぱいとか言われそうですけどねまああの教材の方は僕自身の方で。 責任を持って作らさせてもらってますので、こういうのでやりやりつつ問題はあの主催者が出しているあの問題解説集、まあそれをね使う,う形になります。こちら問題解説集1月のね受験用の2018年10月受験用の問題解説集主催者が発行しているものは。 あの教材意識の中に含まれてるんでねですからあの本屋さん行くとねまあ時期が進んでいくとこう一般的な大きな書店さんとかだと銀行業務け検定のコー,ナーコーナーがあったりしますからねそこで産休試験の対策用の問題集ね主催者が出してる問題集も並ぶと思うんですよね。 でただそれをあのご購入しちゃうと、えー、教材式の中にそれ受講料込みで入ってますからあの非常にもったいないことになってしまうんで、まあ、そこはちょっとご注意しておいてほしいなというふうには思いますね。買っちゃうとなんか被っちゃうんでねそういうところですで。あとですねあの講座を受けられる時にはです、ね、あの必ず電卓をご持参いただきたいと思います。 あの合格講座の6回の講義の最初の方にそんなに使う場面はないんですけどもう持ってきたり持ってこなかったりもややこしいですからもうまああの生講義の時とかね忘れるとちょっとあれなんでまああのご自宅で受けられる分にはねこう「ああ電卓電卓」とか言ってごそごそ電卓探してきたらいいですけどね。 えー、通信で受けられる方もいらっしゃるし、まあ、あの梅田では僕は生講義担当するんですけどあの、まあ、東京の方ではあのウェブと生講義と、ね、あのまたあの別の担当講師ですねあの早川先生が、ね、担当いたしますので、えー、私は大野と。でまあ 関東ね水道橋本校で早川先生担当してくれますので、えーまあ、生講義の方を中心に受けられる方もいらっしゃると思うんでね、えー、その場合とかあとまあ本試験そのものに電卓忘れるとね大変なことになっちゃうからあのー、まあこれぐらいの大きさの電卓ですね手に、えー、馴染む感じの電卓がいいと思います。あんまりねこう 電卓ちっちゃすぎるとどうですかこう打ち水とか結構するから、えー、電気屋さん行くと今いく,いくらぐらいすんのかなあの1,000円前後ぐらいで値段がねあのいやいや今の相場は違うで言われたらあれですけどねあの1,000円前後ぐらいでは売ってるような気がするんでねあの電気屋さんとかで、えー、そんな高価なやつはいいと思うんですけどね普通の手に、まあ、入るう ちちっちゃすぎない電卓用意しておいてしていいいいほなとううふうに思います電卓使っていろいろ計算する試験なんでね講座でもぜひそれはご持参くださいよということです一応そういうところねでえあとそうですねあのあとねちょっといあここですねリーフの方にちょっと入れてまして えあの私あの大,野大野ですねであと早川先生と、えー、大野と、えー、早川先生とねこう2人で講座の方をやってましてで、えー、まあ通学でいうと僕はあの梅田でやってますから、えー、梅田校を来ていただくと通学でね受けていただくこともできますし早川先生は水道橋の方で通学クラスされましてね、まあ、もう僕ら2人それぞれあの主力講義,講義しますからね。 まあそれぞれ見ていただきたいなともう、ね、どっちにしようかなみたいな形でねウェブの場合は本当自由自在に見れますのでこうご期待というね感じでございますであとそうですね皆さんにちょっと連絡事項的に言っとかなあかんこともありましてえっとねリーフの中に入れてるんですけども 年金アドバイザーワンポイントレッスン。まあ、こういうのをこうあの短い時間で皆さんに役立つ、まあ、短いあの講義を、えー、ワンポイントレッスンということで、えーまあ、あのウェブ上でこういうのを流しておりましてレックのページとかからで全然ね入っていただけますけどもでいろいろこう 皆さんがご関心持っていただける有益な情報をね流してましてでその中でねうんその中でこうですこれちょっと言っとこうかなと思って平成何年丸年と平成丸年を換算するテクニックこれを結構しゃべってましてねで基本的にあの言語で問題出るんですよ今までの試験のすべて。 昭和何年とか平成何年年とかの表記なんですねで昭和何年何月に入社してで平成何年何月に60歳の誕生日付で退職しましたとかなんかその種の年金の加入歴の話をこう時系列にこう昭和何年から昭和何年はどういう期間で平成何年から平成何年はどういう期間で。 っていううのが分かるような記載をしてきてきそれを実際に図を書いたりしながら、えー、問題期間を数えたりしながら、えー、問題を解くようなな感じなんです、ね、だから昭和何年っていうのと平成何年っていうのを行ったり来たりしまして昭和と平成をこう変換できないと間が数えにくくてしょうがない,ないんでワンポイントレッスンでまあその辺の話はさせてもらってるんですね。 だから例えば今平成30年なんですけれども平成30年を昭和,昭和が続いてたら何年やねんってもし言われたらねえこう平成何年っていうのに63足せばいいんですよ63足せばいい。で平成30年に63足してもらったら昭和え93年ですよね平成30年プラス63で えー、昭和、えー、93年になるとでそういうそれいう形をねこうやって書きましょうか今,今平成30です六ね63たすでしょこうなるわけですよ昭和93と出てきてで60引くじゃないですか。 ますね、例えば例えばですよあの昭和33年の10月の中旬にが誕生日の方だとすると、えー、要するに、えー、昭和33年、えー、10月が誕生日でねで60足すと33に60足すとこの方は93でしょ。 で昭,和90昭和93年というのは、えー、平成30年なんですよ平成30年に63たつと昭和93年になるわけで,で昭和93年から63引くと平成に直るわけじゃないですか,か63を足したり引いたりする作業を結構やるんですよねあの講座の中でもでそこのテクニックをワンポイントレッスンでこういうことをしゃべってるんですよ でもうすぐ60歳になる方とかがモデルになるケースが多くて問題の場合ねだ33年生まれの人は平成30年に60歳になるみたいなまあ話ですが簡単に言ったらねでこういうところをこう計算的に取り入れてやるんでテクニックをしゃべってるんですけど、えー、こう前振りがな長,く長くなりましたけど僕はな何を言いたいかほぼほぼ分かってる方いるんじゃないかなと。あのー 平成はもう終わりますもんね考えてみたら。でただそのそ,そこで終わるわけじゃなくてあのご,ご存知かと思いますけども平成31年一年は4月30日まで平成31年平成の元号さ最後あ,のありますよね。だだからギリギリまだあの 昭和と平成のスタイルで問題出るのかなって10月の検定では思ってるんですけどひょっとするとなんですけどもうどっちみち言語がまたねこ,うこの先変わるというのははっきりしていてまあ具体的に今の段階でその言語の名前がはっきりわからない状況はあるんですけども変わっちゃうっていうことははっきりしてるんでもう言語で問題作るのやめようかって主催者がもし 思われたら西暦で問題作る可能性はなくはないですよね。これはまあちょっとそういうことは頭に入れといてもらいたいなっていうのはあるんですね。あの一応ま平成何年と昭和何年を換算するテクニックはここでお話をしていて講座の中でもこれは今までの出題全部これこれが必要でしたからこれはお話しするつもりなんですけどね。ただひょっとすると。 あの西,暦でまあ西暦で書いてるとこう換算するも何も普通にね電卓も使えるし普通に間引き算したりして数えればいいだけですからやりにくくはないんですけどどういういい形式でで出題されるかはちょっと読めなな状況,状況なんですよねまあ10月の検定の段階ではまだ普通に昭和と平成で出す可能性が半分以上あるかなって個人的には思ってますけども。 ただもう先手を打ってもう先々言語もね変わるからもう問題作る人がね西暦で全部統一して問題作ろうかってそういうふうにしてしまえばそういうことになるからねまあちょっと可能性は頭入れといていてほしですここの V の自体はあのもうずっとなんか同じ感じの話なんでえちょっと前に撮った感じなんで。 えこう平成が終わることはちょっと意識はせずにしゃべってますのでちょっと頭に入れておいてもらいたいとともにまあ非常にあの皆さんに役立つ情報をあのワンポイントチェックで入れてるんでぜひまたねこの辺もご覧いただきたいなというふうに思っております。そういういところですでえあとはですね大体のことはお話ししたんですけど。 こちらですねリーフの方を画面に映してましてウェブクラスは私大野それから早川先生両方の受講ができますということでまあ別にどちらでもご受講くださいっていうねことです。いうことです。って配信時期がねあの講座を取ってる時期のタイミングがあって配信日がそれぞれ違いはあったりはするんですけどね。 あと、えー、生講義の方ね、えー、出席される方は見ると思うんですけど梅田の方で僕はあの生講義してましてで水道橋の方で早川先生が生講義の方を担当いたしますので,でスケジュールもね載っている通りで梅田のね、えー、僕の生講義は「 9月の4日から課金で講義の方をしていく夜の平日の夜のね講義になりますで。水道橋の早川先生の生講義は9月の2日9月の9日9月の23日ということで、まあ、日曜日のね、えー、講座になりますのでまあまあこういう感じですね。のの月 6日生講義ねえということになりますけどねこういう感じああの梅田のサンキュートレン10月の9日10月の12日のまあ課金の夜という感じではなってますのでねまあまあまたよろしくというねところでございます。 えー、それではあのもうちょっと手短なお話をと思いながら何かいろいろ喋ってるうちに1時間近くなっちゃいましてあれでしたけどねあのまあ,あの年金をとにかく好きになっていただきたいっていうのがすごくあってで年金に関心を持っていただきたい好きになっていただきたいっていうのがとにかく僕の思いなんでねまああの是非講座をご自己いただいてね、えー、年金好きの方を1人でも2人でも増やしたいと思ってるんでね。 まあ、ぜひともよろしくというね、えとこです。講座で皆さんとお会いできることをね、楽しみにしております。それでは今回の説明会はこれで終了いたします。皆さんどうもありがとうございました。